所注意です。ご確認の上動画をお楽しみください。ヤンショ君、ズンダも嘘党なのだ。毎年マイクールロボットアニメを見ようってやつあるじゃない。そうそう、全然流行ってない挨拶ね。てこら、下手くそなのにツッコミありがとう。総統が毎回毎回口酸っぱく言っているのにアンケートの結果がこれなのだ。かあ、つれーなのだ。見てないって選択肢はないんだね。当たり前なのだ。この総統チャンネルの視聴者にそんなやつはいないのだ。そこは言い切っちゃうんだね。それにしても最近は水星の魔女の効果もあってロボットアニメ初めて見る人が増えてるよね。そんな皆のために今回総統が企画するのはこちら、初心者に見てほしいおすすめのロボットアニメなのだ。総統ちゃんの選ぶ作品だとマニアックになるんじゃないの。大丈夫なのだ、任せてほしいのだ。ということなので、皆様面白かったらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。なのだ。まず現代オタクたちがアニメを見る理由にはキャラが可愛いってのが重要なところなのだ。総統ちゃん、なんだか顔が怖いよ。そりゃそうなのだ。僕的にはロボットアニメはロボットを見ろ、そこが重要だろと思うのだが仕方ないのだ。なのでまず可愛い女の子が出るロボットアニメはと思い提案する作品がこちら、2014年放送サンライズ制作のクロスアンジュ天使と竜のロンドなのだ。異世界ファンタジーな世界観、王族主人公とたくさんの美少女、戦闘機に変形するかっこいい主人公ロボット、ストーリーも毎回驚きの展開が盛りだくさん、見ていてで飽きないのだ。お姫様の主人公のアンジュがかっこいいから女性人気も高かったよね。でもこれ初心者向けにしては結構ハードな作品じゃない？何を言ってるのだ、オタクが好きなユリ系なのだ、間違いなくハマるのだ。ユリ、ま、うん、そうかな、そうかも。でももうちょっとシンプルなのがいいかな。それならばこれ、2018年放送のプラネットウィズ、ロボットが猫みたいで可愛いね。厳密に言うと動物型宇宙人と主人公が合体した姿なのだ。こちら1クール全12話の短さながら少年編青年編2つシナリオパートが濃厚で充実した内容となっており、主役機も3段階にパワーアップするのだ。それぞ初心者といっても小さい子におすすめのロボットアニメはないの。キッズ向けタイトルならば総統的にはトミカ絆合体アースグランナーおすすめしたいのだ。こちらは公式で3歳から見られるロボットアニメと言われているのだ。タカラトミーのロボットならシンカリオンじゃないの。シンカリオンももちろん面白いが、割とお話がシリアスな展開が多いのだ。ロボものが初めてな親子でも見られる幅広い層向けならバースグランナーはシンカリオンからさらにキッズ向けに分かりやすく明るいタッチのお話になっている。登場メカもヒーローロボの王道、胸に動物メカ付きなのだ。これは90年代のロボット好きにも刺さりそうなデザインだね。あと今期のロボットアニメで言えばやはりメガトン級武蔵も外せないのだ。 YouTube でも無料で全話見られるもんね。過去の動画でも語ったが、見逃しても後から終えるのが初見勢にも優しいのだ。メガトン級武蔵はゲームも無料化、マジンガー Z やゲッターロボともコラボするので、まだプレイしたことないロボ好き視聴者もこの機会にぜひ遊んでみてほしいのだ。というわけで今回はここで終わりなのだ。あれ、なんか早くない？しょうがないのだ、データが集まらなかったのだ。びっくりするぐらい誰も乗ってこなかったってやつなのだ。泣くぞ。ほら、この質問もフォロワーさんに向けてアンケートしちゃったわけじゃん。総統ちゃん言ってたよね、ロボットアニメを見てないフォロワーはいないって。だからロボットアニメを嫌いな人がいないから回答がないんだよ。ほんとつむぎの言う通りなのだ。ロボットアニメ好きじゃなければ総統の動画にはたどり着かないのだ。そうだよね。総統が一番伝えたいことはやっぱり毎年マイクールロボットアニメを見ようってことなのだ。それにご新規さんにベラベラと語ったところで見るかどうかわからないのだ。それは本末転倒な気がする。語るよりもまず今放送している作品を見てロボットアニメを好きになってほしいのだ。でもそれでも今何のロボアニメがやっているのかわからない人は非常に多い。だから総統の動画を見てくれるならそういうことを思えないぐらいロボットアニメのことを知れると思うので、これからも応援よろしくなのだ。なんとか機嫌直ってよかった。じゃあ総統ちゃん、締めの挨拶よろしく。年末は2022年ロボットアニメの総括動画をやるのでお楽しみなのだ。では諸君、次回までさらばなのだ。